さて来月5月19日から21日まで日本で主要国首脳会議 G7 サミットが行われます G7 サミットといえばこちらの方ですね映画パーソナリティことぶきつかささんですことぶきさんおはようございますおはようございます いよいよですね、まあ、G7 サミット。いや、てなちゃん。ね、はい。あの、G7 といえばとおっしゃいましたけど。ええ、正直、僕 G7 に全くワクワクしてないんですよ。してませんかいや、来ましたね、ぶきさん。G7 みたいな。その WBC だとかね。ええ、サッカーワールドカップそろそろですね、みたいなテンションで言ってますけど。はい。もちろん G7 サミットはすごく大事だとは思ってますよ。ええ、ただ、 ワクワクしてるわけじゃないんですよ、そうなんですか。ちなみに、今年の G7 サミットはどこで行われるんでしたっけもうほんとまた今日も嫌いなテナちゃん出てますね。待ってくださいよ。この朝一でね、なんかこの頭が回らない中ね、キャン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 言ってくるでしょいろと。そう、キャンキャン言ってます、私。ただ、ここで、外せば寿司さバカだな、ガハハハで終わるかもしれませんが、はい はっきりはしてください。はい。広島でしょそうなんですよ。言ってるんです。ええー、そう。やっぱりはっきり言っていいですかやっぱり G7 サミットワクワクしてんでしょ <laughs> あの G7 だけじゃなくて、えー、ちょっとこの、まあ、ネットニュースも含めてね、葬儀、えー、の記事と G7 絡みの記事、はい、これおはようテラちゃんで言われるなと思って、ちょっと見るんですよ最ね。最近ねさすがですね。<laughs> 多分これテラちゃんに聞かれるなみたいなところで,、ええ、で、よく勉強になってます。ありがとうございます、<ー>むしろ。いや,いやってことはですね、な三カ国の G7、まあ、今さら聞くようなことではないですかね。いや、ちょっとだから、G そもうイージーすぎて、そりゃ、G7、世界の7カ国がう集合するわけですよ、そうですトップがね。はい どうぞ。いや、ゾウじゃなくて、いや、だからその七つの国じゃないですか。いや、七つは合ってますよ。大体 <laughs> わかるでしょうアメリカ中心ですよ、アメリカ。アメリカ中心いいですね。アメリカあとどこですかカナダ。あ,<ー>あとはフランス。お<ー>イタリア。もう来た。ドイツ。もう来た。日本。はい。 あれもう一個もう一個もう一個ですね。もう一個、もう一個。あれすごかったですよ。残り一個のところでなんかちょっとこう、こけたみたいな感じですね。いや、びっくりしました。一カ国なんかどっか抜けてますね。そうですね。えっと、もう一回、アメリカ、カナダカナダ。はい。で、もう日本なんですよ日本。ま、ま、まずここじゃないですか。はい。で、フランス。フランス。はい。イタリアなんです。イタリアだ。はい。ドイツなんです。ドイツ、はい。あとどこですけ あれ待って待って、ま、マジで、ヨーロッパですよね、多分ね。ヨーロッパですね。あ,あわー、びっくりした、イギリスだ。そうなんですよあの。ヨーロッパのね、あのね、ヨーロッパの地図を今、思い描いた、はい、ちょっとイギリス、恥でしたね。恥 <laughs> イギリスとして怒りますよ、そういうこと言うてね。確かに、えー、イギリスから考えてるイギリスが中心ですからね。小徳、ね、さんがおっしゃった、この7つの国が集まって毎年開催される国際会議のことだ。はい、これ G7 ですね。 正解ですありがとうございます。で来月の G7 サミットより一足早く今週末から G7 労働雇用大臣会合という国際会議がこちらも日本で行われるんですね。うんでこの G7 労働雇用大臣会合広島ではないところで行われる予定です。ここ、うん、これれれどででしょうこれだから、はい、広島でやればいいのにねちゃん、はい 相変わらず、ことぶきつかさが、時間使って、はい。卓を並べて、また、すり抜けようと思ってるって思ってるでしょ今思ってました。いい加減にしてください。この G7 の件に関しては僕もうニュース見てるんですよ。あじゃあ、どこですかただ100、100%の自信はありません。<laughs> 関連年ニュースで、ちょっと記憶があるんですよ。はい。これはあの、岡山じゃないですか岡山のほら、倉敷とか。違う 正解来たすごいですよことさんその通りです G7 <laughs> 労働雇用大臣会合は岡山県の倉敷で今週末4月22土曜日23日曜日の2日間開催ですで<ー>倉敷という場所がですね、1921年に労働衛生に関する民間の研究機関であります倉敷労働科学研究所が設立されるなど早くからこの働く人に着目した 取り組みが進められてきた町でして労働政策の議論を行うのにこれふさわしいんじゃないの、うん、ってことで選ばれたんですそういう理由があるんですねで、ちなみに広島で開催される G7 サミット主要7カ国首脳会議に合わせて14の閣僚会合が G7 サミット前後に予定されています 23ぐらいやってもいいと思いますよ、ね<や>。ちなみに今週末、宮崎県宮崎市では G7 の農業大臣会合が行われますで。先週は外務大臣会合が長野の軽井沢で、そして来週はデジタル技術大臣会合が群馬の高崎市で行われるようですね。あと、司法大臣会合などは7月に東京で行われるという予定なんですね。まあ、ですそうなんですね。いろいろなところでいろいろな時期に開催されるというものなんですね。 はい、ちなみにですね寿さんの出身地静岡県富士宮市では特に何も予定されていないようですねいやいややってくださいよね<え>ふもとっぱらっていうね<え>もう富士山の下のこの朝霧高原と大きな広場があるわけですよ<ー>夏とかはフェスとか行われるいいところがあるんですよねそんなに人は集まんないと思うんですけどもね <laughs> <laughs> ちょっとはい いやい藤の宮はバカにしてませんか別にらステージで会議や、るわけじゃないですからね。いや、でも、ふもとっぱ、長渕剛が、あの、拳でかけて、太陽を拝んでますよ、今までも。<laughs> えー、さて、そんな中、今朝、寿さんが紹介してくれる映画、なんでしょう。あら、ちょっとこの、今、今日、朝から政治的な、ちょっとお話しさせてもらってるじゃないですか。はい。これ、通じる部分あるかもしれませんね。うん、今朝、紹介する作品は、 プーチンより愛を込めてという作品です。007シリーズの最新作かないえ、それ、ロシアより愛を込めてる。そうだ。これもともとね、あの、007危機一発のね。から、ロシアより愛を込めて名前変わったわけですよ。007危機一発といえばね、四文字熟語の。何危機一発のパツはテラちゃん何ですかどんな字ですかこれいいですね、これクイズ。そうなんです。すいません。ちょっとなんかやだな、ちょっと。ごめんなさい。まだテラちゃんここで終わりませんよ。 もともと、もともと007ロシアより愛を込めての、もともとの日本タイトルは007危機一発でしたが、はい、この一発のパツが、はい、4文字熟語の髪の毛のパツじゃなくて、はい 弾丸の一発二発だったんですよ。<ー>これね、いろいろいい諸説ありますけど、水野春夫さんがね、つけたなんて説もありますけどね。えーえー、ちょっと待って、今日、007の話じゃないから。あそうか、違うかね。<laughs> えー、こちらのね、プーチンより愛を込めてという、これドキュメンタリー映画なんです。はい。まあ、ロシアのね、大統領のこの、プーチンの素顔を捉えた、まあ、2018年制作のドキュメンタリーだと。199年の12月31日ですね。 ロシアのね、初代大統領のエリツィンが辞任するわけですよね。はいで。その後、エリツィンが自身の後継者として、プーチンを指名すると。まあ、そのあたりの時代背景のドキュメンタリーなんですけれども、オープニングでね、エリツィンの、まあ、辞任演説から始まるんですよ。うん、で、エリツィンがまずは大統領の代行として、まあ、プーチンを指名するんですね。 で、ね、監督はね、ビタリー監督という方で、まあ、テレビディレクターもやってた方なんですけれども、彼の家から始まるんですよ。はい、で、彼の家でニュース見てるんですよ、家族で,で。するとね、ビタリー監督の奥さんがなんか怒ってるんですよ、ええで。すると娘が言うんですよ。ママが、プーチンは独裁だと怒ってる。<ー>こっから始まるわけなんですよね。<ー>でね、この作品、本当にドキュメンタリーとして、プーチンの 本当にそばでカメラ回してるんですよ。<ー>ね。よくよく考えてほしいのが、まあ、プーチンね、まあ、KGB 出身とかいろいろありますけれども、はい、そんなプライベートな部分、撮影よくできたなって思うじゃないですか。<っ>わけがあります。はい。もともとこのドキュメンタリーって、プーチンの選挙用の PR 動画撮影なんですよ。選挙があるから、要は、プーチンが自分の、まあ、いい部分というか、うん pr する部分の動画を撮らせてるからこそ、空知の素顔が撮れてるんですよね。で、その後、このままじゃまずいっていうふうに、ビタリー監督自身は思い、まあ、今回のドキュメンタリーっていう形になってるんですね。はい。まあ、この作品を見ていくとね、えー、ナワリヌイという作品が、はいえー、ドキュメンタリーで、この先日の第95回アカデミー賞で、まあ、最優秀賞取ったんです。<っ>でね、ナワリヌイっていうのはロシアの、まあ、弁護士ですね。 まあまあ国の体制に反対する男のドキュメンタリーなんですけども、このナワリヌイっていうドキュメンタリーとプーチンより愛を込めてっていうのを見ると、今のロシアの状況がわかるし、<う>プーチンってどういう人物なのってことがね、すごくわかるんです。うん、でね、プーチンが若い頃の時にね、力でしか国家も国民も守れないってもうはっきり言ってるんですよ。でね、エリチンが、まあプーチンの支持率は、 2%, 2から50%に上がったってコメントしてるんですよ。はい。これどういうことかというとね。まあもちろんエリツィン大人気だったわけなんです。で、そんな中、体調の面もあって、エリツィン辞任するじゃないですか。はい。すると、エリツィン自身が言ってるんですけど、20人の候補から、俺がプーチンを選んだんだってもう言い切ってるんですよ。はい。エリツィンが選んだんですよ。へ<ー>で、選挙で、 プーチンが圧勝するわけですよ。するとエリツィンが言うんですよ。俺の勝ちだ。プーチンの勝ちは俺の勝ちだってエリツィン言うんですよ。はい。すると家族の一人がね、お父さんと、プーチンに電話したらって言うんですよ。<っ>要はお祝いの電話をすればって言うんですよ。で、あ、そうだなってことで、エリツィンが電話するんですね。<っ>で、すると、あ、今、プーチンは忙しいらしいと。まあ当然、当選した当日ですから。だから折り返しがあるみたいだって言って電話切るんですよ。 エラちゃん、これホラーですよ。はい。そっから、プーチンから電話、一回も来ないんですよ。へえ<ー>。だ要は、エリティンがプーチンを勝たせたと言っても過言じゃないわけじゃないですか。はい。でも、プーチン勝ったら、もうエリティンとはもうほとんどんこう離れていくんですよ。ほう<ー>。いや、これ怖いなーっていうふうに思ったし、当選した日に、いや、選挙スタッフいっぱいいるじゃないですか。もう何十、二、三十人いますよ。 記念撮影撮ろうって。写真撮るわけです。現段階で、その記念撮影に映っている身近なスタッフたち、ほとんど今いないらしいんですよ。もう全員正直どこに行ったかわからない人もいるし、<ー>まほとんどいなくなった。で、数年後このプーチンと対立していた人物たちが、失踪したり<ー>、えー、はっきり言います。殺されたり。<ー>で、 当時彼を支えていた妻とも離婚してしまう。はあはあ、プーチンは孤立するっていうことなんですよね。最後に一つ言いたいのは、このビタク監督って、まあ、この作品の監督ね、プーチンの PR 動画撮ってたっていうことで、プーチンを応援してる立場だったわけじゃないですか。はい、でも彼は、んまあ、自分の中で、その彼のプーチンのキャリアの手助けをしてしまったなっていう思いがあるんですよね。<ー>で、一つ言葉が出てきます。沈黙は、 承人を共犯者に変えると。だ監督自身がこのままじゃいけないと思って、<ー>このドキュメンタリーを撮って、消息不明ですが、まあ、多分国外からもう退去してます。はい。監督自身はもうロシアにいられないってこと,と。<ー>みたいなこと。で、これをねあ、プーチンっていう方がどういうふうなキャリアを積んで今のポジションにいるのかなっていうのがね、非常にわかりやすく、ちょっと時折、 笑いも含めた上で撮ったドキュメンタリーですね。これ本当にね、見応えあります。プーチンより愛を込めて、ぜひ劇場で体験してみてください。ことぶきさん、映画、プーチンより愛を込めて、10点満点中何点今、見るべき作品だという思いを込めて、10点でお願いします。はい。映画、プーチンより愛を込めては、明日4月21日金曜日公開です。ことぶきさん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。 以上、ニュースピックアップ「ことぶきシネマ」のコーナーでした。